タバコも私吸わないからわかんないんですけど、当時とラインナップは変わってないの？商品の名前は。セブンスロットルみたいな。セブンスターとか。セブンスターや。セブンスターや。セブンスターとか、あと何があるの？モノみたいな。なんだっけ。カルマンクラインみたいな。テテバチコです。今回はですね、81クレストをご紹介します。それでは早速行ってみましょう。でちょっと早速なんですけど、小野さん、このクレスタはどんな車なんですか？どんな一応車で言うと、昭和63年式のトヨタクレスタ、スーパールーセントのツインカム24という車になります。なんかこのオプションが、この色がまず珍しいですね。そうですね。まずこの、まあ、買った時にいいなと思ったのは、前期にしかないこのミストグレーっていう色と、このサンルーフがついているっていうのと、そうですね、サンルーフがついているっていうのと、あと室内が前期にしかない青内装の組み合わせっていうのが一番特徴的だと思います。なんかその吉野くんも言ってたんですけど、これあれなんでしょう、この色全然見たことないんでしょ、吉野くん。イメージ的には白、白やね。ねえ、やっぱり、そうですね、基本的にはほぼほぼ白ですね。あ、なんでもかなり異彩を放つ色だと思ってます。へー、初めてのあれなんじゃないんですか、これ今まで見たことあります、この色。いや、もう僕が知ってる限り1台ぐらいしか走ってのを含めて見たことないです。今日はじゃあそんな特別な色のクレスタを紹介していきたいと思います。私思ったことがあって、角がこう取れて、直線基調ではあるんだけど、角が取れて普通になんかこう丸っこく、ね、丸っこく、そうですね、なってきたって感じですね。そうですね。私今までやってきたのが、そのセドリックとか、あとジャパン、あそこら辺の車が多いんですけど、あれはもう本当に真四角じゃないですか。そうですね、すごい角が立ってて、そうあのカクカクしてるデザインが、箱のような、例えるならな感じだけど、ここら辺から、だからシル S1 さんやったんですけど、あの車もちょっと丸くなってきてたから、どちらかというと角は取れてちょっとラウンドっぽいデザインになってますよね。それと同じぐらいの、まあ、年代的にはほぼほぼ変わらないぐらいの年式になりますので、デザインのなんていうんですか、流行りみたいな感じの時の丸い感じなんですね。そうですね、1988年になるんで、ちょうど昭和から平成に変わる時ぐらい。私より一つ下だったよ一個下だった。で、これフロント薄いですよね、フロントのデザインが。まず薄、やっぱりここがね、薄いのと、結構パッと見た感じ、メッキが ね使われてますね。高級車なんだろうなって思わせるところで、メッキの部分、部品がいっぱい使われてるなっていうのが。そうだ、あれだ、私3兄弟っていうことで、まあ、このクレスタとかマーク2とかも見たんですけど、3つを比べるとやっぱこれが一番高級感があるというか。そうですね、なんか大人なイメージが、な感じが、上品な、そうですね、気品、気品がやっぱ一番、品のある、そうあるかなと思う。なんかマーク2はやっぱどっちかというとこうキャンキャンしてる、まだこう元気な、若い、ちょっと勢いのある感じがするから、それと比べたらぐっとこっちの方が大人っぽいなと思いました。ハイソカー、ね、まあ、当時でいうハイソカーってやつですけど、まあ、マーク2とかはなんか、まあ、確かに若い人が乗ってるイメージありますし、レーサーだともうちょっとスポーティーな感じですし、そう考えるとクレスタやっぱり高級っていうので、ちょっと大人な感じがしますね。吉野さん、あれちゃん、今日カメラマン吉野さんです。吉野さん、当時そのさ、マーク2に乗っとう人とこのクレスタに乗っとう人やったら、なんかこう どんな感じやったん、年齢とか。20代ぐらいやったけども、それなんかみんなマーク2、マーク2乗ってたよね、逆にこのクレスタに乗る人はどんな人やった？もうちょっと上の人やったのかなと思うね、どっちかやったら30代、30オーバーとか、それぐらいになってくるのかなとかイメージ、はいはい、ちょっと働いて社会人になってお金もあってみたいな感じか。CM とかでも山崎努さんがやってる、ちょっとおじさまがやってるんですよね。山崎努さん、関根、あ、山崎努さんって俳優でまだいらっしゃる方なんですけど、
その方がやってる CM を見るとやっぱりなんか大人、本当におじさまっていうか、ね、ザ・おじさまみたいな感じのイメージですね。その人が出てるってことですね。そうです、CM に出てるんですよ、うん、あとはちょっと私気になったのがこれ、このエンブレムは何のマークですか？エンブレムはなんか一応スペイン語かギリシャ語かなんかで紋章っていう意味が、まずクレスタっていう名前のなんか理由らしいんですけど、うん、まあ、それをなんか模してなんか兜、兜のイメージで作っ、なんかエンブレムはそういうのがあるみたいですね。兜ね、兜なんです。ちなみにみんな知ってますか？これがクワガタっていう、この兜のこう名前が似てるから、そのクワガタムシっていうようになったそうです。まあそれ考えりゃ、その虫その前なんて言われてたんだろうなと思って。もうあれです、これがなんかもうクワガタにしか見えなくなってきました。そうですね、カブトじゃない、これはクワガタや。でこれライトなんですけど、めっちゃ光ってますね。いろんな色が光ってる、いろんな色が光ってますね。これがサイドもあるのか。そうです、サイドもあります。サイドのウィンカーと、これがフォグ、フォグランプです。でこれが普通のヘッドライト、ね、ライトで、あとついてない部分がハイビームになります。ハイビーム、はい、あれなんですか、後期とあの前期とかで仕様が違うとかってあるんですか？そうですね、一応今フォグランプがクレスタの場合前期だと下になるんですけど、うん、そのハイビームの横、グリルの両脇にフォグランプが後期になると移動します。基本的にはそれぐらいですね。マーク、その3兄弟は基本的に同じライト、基本的に同じ、確かマーク2だ、マーク2もフォグの位置は変わらなかった気がする、はいはいはい、クレスタだけかな、ってことは、じゃあ基本的に同じで、本当にこのメッキを使うとかデザインだけであんなにこう変わって見える。前期後期のデザインがかなり変わって見えるっていうキャラクターがね、はい、それがまた面白いところですね。ほんでこれフェンダーマーカー、これどうですか、やっぱこれがあるとだいぶ違いますか？だいぶ違いますね。これちなみに何色に光るの？緑色に。あ、緑色に、じゃあもう緑、黄色、あ、緑、オレンジ、黄色、肌色いろんな色いろいろですね、通り通りの色、はい、どうでしょうか。でサイド見ていきたいと思うんですけれども、サイドはもうあれですね、スリーボックスデザイン、めちゃくちゃもう長い、普通、短いっていう形になってます。やっぱこの形がね、どうですか、もう This is sedan という形です ね、もうまさしく絵に描いたようなっていう、絵に描いたようなセダンですね、うん、当時、今もセダンないですもんね。もうほぼほぼほぼなくなりましたね、セダンは、うん、でこれホイールベースが割と短い、短い、まあ5ナンバーなんで、うん、まあ、フルサイズだとこれぐらいが限界なのかもしれないですね。そうや、5ナンバーや、今5ナンバーもない、はい、もうないですね、ないですもんね。いやー、あとはあのやっぱギラギラしてますね。ギラギラしてメッキ、やっぱもうメッキが多いですね、この当時の車は。そう、そう、まあここじゃん、この窓のこのところじゃん。でまあこのハンドルじゃん。あとここですよね。もうみんなついてる。モール。あとその下にも。あ、これね。それも。これもついてる。あとそのタイヤの上のフェンダー。あ、これです、これです。私これ結構初めて見たぐらいかな、ここの部分がね。でなんですけど、これ。当時の高級車に、そうですね、高級車にはだいたいついてるイメージですけどね。これは当時のなんかトレンドやったりしたんですか？いや、後でね、うん、もっと分厚いメッキみたいなフェンダーアーチとこに、あ、これをこれにさみたいな流行ってたね。そうです、幅を出すみたいな感じ。そうつけてるアピールをするみたいな感じってこと。そうそうそう、ギラギラさせてるのが偉いみたいな時代があったんじゃないですか、うん、でもそのギラギラさせてるのがなんかあのトランクのとこにブーメランアンテナみたいな、そう何てブーメランアンテナ、そうアンテナって結構いかついアンテナがつけてたりとか、便座みたいなのつけてたみたいな。全然ちょっと今のところかっこいいと思えんぐらいのあれやもん、ね、でなんかこのお皿ホイール、お皿ホイールにはお皿ホイール、ディッシュホイールですね。ね、このちゃんとマークがかぶ、かぶとのかぶ、クワガタ、クワガタマークが、クワガタがここにちゃんととね。でやっぱりあのサイドで一番ちょっと見てほしいのがこのサンルーフなんですよ。これがやっぱり良くて購入されたんですもんね、うん、はい、オプション、オプションですよ、オプションです、もちろんオプションです。当時このサンルーフがついてたらやっぱ偉いとかあったんですか？女子にモテたんじゃないですかね、やっぱり、うん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 、ね、夜空見に行くとか、はい、
トヨタもおしゃれで日産とかサンルーフって言うんですけど、トヨタはムーンルーフって言うんですよね、うん、おお、はいはい、はい、それでモテたんやそれがモテポイントじゃないですか、やっぱり。あとあれか、タバコ吸う人も、そうですね、喫煙者の方がやっぱり換気のためにサンルーフつけるっていうのは結構あったみたいですね。だってこの時代の車絶対灰皿ありますもんね。でか灰皿がついてますね。あ、これにもですよね、はい、あ、じゃあそのためもあったかもしれないですね。なんか当時あれらしいですよ、電車の中でもタバコが吸えた、あ、飛行機の中でも吸えたしみたいなこと言ってました。だからタバコがこうより近いところに時代ですね、もうまさに感じでしょうね。オーナーさんもじゃあ吸ってたのかな。これはなんか最初のオーナーさんは禁煙者だったみたいなんで、もう全くタバコ吸ってない。じゃあもう女子にモテるために、モテポイントです。どんな人が乗っ取ったんかな気になる気になりますよ、ね、気になるで、リアもあれですね、やっぱ角は取れてるんだけどちょっと直線基調でバランスがでもいいですよね。素晴らしいですね、うん、なんかお尻が一番好きなんですって、このクレスタで。ライトもね、やっぱ特徴的ですしね。そうですね、うん、これは何、これここにモールが入ってるんですね。そうです、それは前期だけの特徴になりますね。あ、ここじゃあ後期はこれがない、なくなります、はい。ちなみにオーナーさん的にどこの部分が一番好きですか。やっぱお尻がもうとにかくこのお尻の、この斜めから見たお尻のデザインが完璧、そこの角度ですね。あ、この角度が好きで、が一番好き。角が取れて丸いのと、このつるんとしたこのクレスタのお尻と、うん、こう一文字テールって言われるこの真ん中にガーニッシュがついて、ね、テールとテールがつながっているこのデザインが、はい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 、かわいいなと思います、うん。スーパールーセントってことは一番上の、まあ、そうですね、スーパールーセントがグレード、まあ、G がつくと一番上なんですけど、クレスタで言うと真ん中ぐらいなイメージですね。あ、これがツインカム24だと、はいはいはい、なるほどなるほど。でそれとやっぱりね、もうフロントサイドと同様にやっぱギラギラしてますね。メッキは多いですねこのね、今言ったあの前期にしかない特徴のこのライトの真ん中にあるメッキモールもだし、ここもですよね、要は、ま、窓枠もそうですね、ウィンドモールもメッキです。でここもエンブレムもメッキ、はい。でこれあれですよ、高級車の証で、ここ鍵穴が隠れてるんですよ。いくよ、上面だけバチッと。そうです、これね、これね、すごいのが S13 の時はこう鍵を閉めたら自分で抜いてこう戻さないといけなかったんですよ。でもね、これはちょっと違うんですよ、クレスタちゃんは。いくよ、バンって閉めて、そのまま鍵ピュッて抜くと自動的にこうシャンって戻るんですよ。金かかってますよね。ね、すごいお金がかかってる。鍵抜くとちょっとカチャって戻るようになってるっていう、機械仕掛けですけど。節々にね、あのお金をかけてます感が伝わってくる仕様やな。まあ旧車でもそうですよね。そうですね、うん。だからそれがまた面白いなというふうに。あとなんかこれがついてるのが条件だったんですか。でも僕もうリアワイパーがついてるクレスターが本当欲しくて。それはなんでなんですか。まあ、父親が乗ってたのもそうだったんですけど、ああ、基本的にセダンの車ってデザイン的なものでリアワイパーをつけない人結構多いと思うんですけど、うんうん、今の車乗ってる人たちも結構リアワイパー取っちゃってる人っていらっしゃると思うんですけど、ああ、そうですよね、うん、います。僕はあのこの尻尾みたいにパタパタ動くリアワイパー可愛いなと思って。ああ、こういう、そうです、そうです、そうです、可愛いです。可愛い、ここも可愛いとおっしゃってましたもんね。可愛いです、なるほど。でも確かにリアも個性的な感じのデザインになっておりました。これね、オーナーさんがね、今29です。なんでこのクレスタをね、ちょっと愛車として迎え入れたかというと、お父さんがもともと子供の時に乗ってたんですよね。僕が生まれる時に親父が新車で買って乗ってて。これこれこれ、この子です。今はちょっと顔出し NG ですけど、このちっちゃい頃だったら、うん、OK です。後期のツインカムのクレスタに乗ってて、6歳の時ですよね。6歳、まあそうそう、生まれてから6歳までは乗ってたんですね。プリプリしてますね、かわいいプリ、今は面影のないぐらい大きく育ちましたプリプリしてます。 それがやっぱり一番思い出があって、うんうん、乗りたいなって思った時に探しててっていうので、うん、お父さんはそのどういう人なんですか。親父はもう絵に描いたような堅物ですね。あ、もうこれはこれっていう固定概念もピシッて決まってる方なんで、はいはいはい、でそのお父さんもグレーの外装のものに乗ってたから、そうです、
らしいってことですよね。そうですね、同じグレードだったっていうのもあって、このディアにあのこうチャイルドシートでこう座らせられてる時にお父様がこう運転してるこの姿がすごいかっこいいと思って、やっぱこのクレスタにあのそうまた自分もそういう風になりたいな、乗りたいなということで購入されたそうです。これまず入って驚くのがもうベロア生地なんですよ。もうこのシートだけじゃなくてここの部分とかもね、だからこの青に驚きます。これ当時オプションやったんですか？オプションというかこうわざわざこのボディ外反のボディ色を選ぶと、もともとは赤を当時だと赤を赤が標準になる赤になるんですけど、うん、わざわざこのオーナーさんは青を選んでいらっしゃるっていう、はい、あそこにちょっとこだわりを感じますね。そうですね、なんかこれも本当はデジパネ、そうです、デジパネも選べ、当時は最新鋭のデジパネが選べたんですけど、はいはい、わざわざ多分前のオーナーさんはそのメカメカしい感じを嫌がって、うん、標準のアナログパネルのメーターを選んでるみたいですね。あ、お父様はどっちを選ばれたんですか？親父も実はアナログパネルのそのアナパネのメーターだったんですよ。じゃあそこもちょっとリンクするところがあって購入されたっていう感じなんですか？もちろんその通りです。なるほど。ただ本当になんか今あの新車でベロア生地のシートってまあないじゃないですか。ないですね。だから入った瞬間にこの高級感というか見慣れなくてなんかちょっとびっくりすると思います。ほんでこのあのシートもね、このシートのこのレースのこのシートも4着ぐらい持ってます。そうですね、予備含めて4着ぐらい持ってますね。でなんか春とこの衣替えの時期にちょっとあの気分を変えるためにあのちょっとこのレースのシートを付け替える、シーツをね、シーツというかまあこの付け替えるそうです。それではちょっと内装をね詳しく見ていきたいと思います。私が持ちましょうか。はい、四隅がすごい見やすい。フェンダーマーカーですね。そう、フェンダーマーカー、これね、みんなこれがこの両サイドについてるからめちゃくちゃ見やすいです。運転も結構しやすいですよね。そうですね、ボンネット長いんですけど、うんうん、こんだけちゃんと角っこがしっかり見えるんで、はい、運転してて全然気にならないですね。そう、それがねすごくまずいいところやなと思ったのと、結構ねここも結構衝撃でした。このシフトレバー大きいんですよ、めちゃくちゃ。今のってほらこんぐらいのサイズだし、あとはもうあれですよね、電気になってるからこうガチャガチャみたいな感じで、ね、そうですね、プリウスとかそうですね、そうそう、するだけなので、これはこの押してやるっていうのも珍しいし、あとこれ見てシフトロック解除とかもあるんですよ。これもなんかちょっとあんまり見ないなというふうに思いました。でね、ちょっとおもろい機能があって、これ見て、これ押すと閉じて、これ押すと、これに何がついてるかっていうと、このエアコンのスイッチとかここについてるんですよね。はい、ちょっとやっぱりね、バブルですから、はい、おしゃれなっていうよりはなんかこうなんか今時の車っていうんですかね、そうです、演出っていうのと先進的部分を出してるんだと思いますよ。うん、これね、これがちょっと面白い部分やなというふうに思いました。ちなみにこのピピピピっていう音はこのサンルーフが開いてるよっていうサイズです。でこれもうあの細い薄くって、ここも薄くて細いですよね。はい、ハンドルのこの持ち手の部分もめちゃくちゃ細いですよね。細いですよね、今の車に比べると。だからこれがね、でもどっちがいいかな、なんか見た目的に、で大きいしね、見た目的にはちょっとやっぱり今のよりもこっちの方が安全性はこうさておき、デザイン的にはこっちの方がやっぱ好きかもです、私は。まあ人によると思うけど、これハンドルもね面白いところなんですよ。なんか外装とかももちろんねそんな違うかもしれないけど、内装やっぱこの運転席に座ったらこのハンドルの大きさと細さにやっぱりこの時代の車はちょっとわーっと驚きます。これしっかりここにクレスタのマークが書いてあります。今ここもメーカーのマークになってますよね。もう基本的にはもう車種の名前とかじゃなくてもうメーカーのロゴになりますよね。トヨタ、日産、スズキとかね、このビビビってやるやつですね。だからこういうところも多分お金かけてるってことですよね。わざわざこのために作らないといけないわけですよね。結局クレスタ用になってるわけですからね。いやー、そんな感じとなっております。これ後ろも
すごい座り心地がいいですね。なんかやっぱシートがふわふわ。もうふかふかですね。ふかふか。本当に。ポスンって感じ。座ったらこう、ポスって感じのシートです。これすごい。ほんで、やっぱり後ろもちゃんとしっかりこう、快適に座れるようになってるっていうか、それがまためちゃくちゃいいと。これって当時、どう、家族連れ？まあ、ファミリーカー、無理して買ってる人もいたみたいですけど、うんうんうん、ファミリー向けに乗ってる人は結構いっぱいいたみたいですね。高級ファミリーカーみたいな。高級ファミリーカーですね。これじゃあそれをみんなローン組んで乗ってたってことですか、吉野くん。ローン組んでたね、みんな。ね、うん。ローン結構みんな組んでるみたいなことを言ってたけど。あ、今とやっぱ時代違うからね。うん。もう終身雇用で。今だって切られるもんね、途中でね。パチッて切られますか。あれびっくりするよね。じゃあ吉野くんは終身雇用組やったってこと？じゃあなんでこんなとこいるんだよ俺は。そう思ったよ。違ったんかな。じゃあ吉野さんは本当は船屋さんだったんですよね。ヨット屋だね。ヨット屋さんだったんです。ただ一回も乗ったところは見たことはありません。81は面白装備がついてまして、はいはい、リアのヘッドレストがこう、ここにレバーがこのあるんですけど、うん、これをバチッとやると、おお、これは後ろの人をびっくりさせるために。そうです、後ろに寝てる人を起こすためについてる。嘘です、嘘。これは何なんですか。これは後方視界を良くするために。あ、バックの時に、ね、そうです、バックする時に。要とは当時はバックカメラがないんで、うんうん、少しでも視界を良くするためにレバーがついてて、こうヘッドレスが倒れれば少しは後方視界が良くなるっていう、そういうためについてたみたいですね、はい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 。で、ここあと面白いとこ、これ窓がね、ここまでしか開かないんですよ。これなんで全部開けなかったんですかね。なんか、まあ、デザインで窓がちゃんと折り切らなくなっちゃったのがかなっていうのと、なんか噂だと、うん、71の時に結局みんな暴走族で箱乗り、はいはいはい、箱乗りしてた。あれ71は全部窓が下がるんですけど、はいはい、箱乗りができないようにわざわざこう残したんじゃないかなっていう噂は聞いたことありますよ。なるほど。でも私そっちの方がなんか大きい気がする。デザインとかっていうよりはなんか箱乗りとかやめてみたいな感じだったのかもですね。やめてっていう。なるほどな。あとここ貝皿ついてる、やっぱり両サイドに。タバコも私吸わないからわかんないんですけど、当時とラインナップは変わってないの？商品の名前はセブンスロットルみたいな。セブンスターとか。セブンスターや。セブンスターや。セブンスターとか、あと何があるの？モノみたいな、なんだっけ、カルバンクラインみたいな。ラークとか。あ、ラーク、ラーク、ラーク。なんかもう基本的に残ってますね、ほとんど。あ、残ってる、そのままなんだ。昭和とかそのこの時代ならではの、今となってはありえない感じのことがちょっと私知りたくて、それもすごい面白くて、もしよかったら皆さん教えてください。もうこういうタバコだけじゃなくてね、例えばなんかスケボー通勤 OK だったとか、なんかまあ分からんけど、そういう感じ。なんかその昔はありえたけど今はもうありえない。そうちょっと歩道出てたらもう引いてもよかったみたいな感じの中に。いや、例えばよ。そうなんかそういうのをちょっと教えてください。以上となっております。功績は、ではガチ。じゃあちょっとね、エンジンの方見させていただきたいと思います。で、これあれや、高級車の証、ダンパーとなっております。これね、後ろのあの鍵穴も隠れてるし、やっぱこれはハイソカーということですね。で、これ意外にまだこの時代だけど、間はスカスカではないけど、まあちょっと間はあるんですね。余裕ありますね。うん、余裕は見えるんですね。これどれぐらいからギチギチになっていくんですか。これ前期なんです。後期になると、うん、まあ、2.5 リッターの直六が入るんですけど、まあ、それのところらへんから徐々にギチギチ感は増してきます、ね。でもうツインターボがあるんですけど、もうそれはもうマジで手入らないぐらいギチギチです。こんなに入んないの。今もうだって地面が、うん、見えますよね、地面が。見えますもんね、これほら見えるんですよ。だから意外にこれギュウギュウじゃないんだな、まだみたいな感じ。コンパクトですよね、うん。これこのエンジンは何馬力ぐらい。そう、 1G のツインカム24だと150馬力ぐらいですね、うん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 。当時で言うとちょっと馬力ある。これってどういう感じの、どんなエンジンになるんですか。そうですね、公開、まあ、ヤマハが作ってる 1G なんで、まあ、ちょっと高回転に振ってるというか、はいはい、回転数を上げていくとパワーが出てくるっていうエンジン特性になってます、うんう
じゃあ低速域はあんまり微妙ですね。あ高速乗ったらじゃあそうですね、だから80ぐらいから加速するときはすごい気持ちいいんですけど、はい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 、街乗りしてるとちょっとだるいなって感じ。あなるほどなるほどなるほど。意外に乗り心地がめちゃくちゃいい、ふわふわしてる感じですね。ふわふわしてますね。運転した感じはどうなんですか？やっぱり 楽っていうんですか、うん、この軽やかに回るエンジンと、まあ、それなりに快適にあの、うん、足もそんなにふわふわしてるんで、うん、乗り味はすごい好きですね。ふわふわしてて、うん、ふわふわしてる、ふわふわしてますよね。眠くなる感じ、いやめっちゃ眠くなります、ですよね。めちゃめちゃ眠くなります。正直こんなにあの車内も静かです。静かですよ ね。でなんかこんなにこうふわふわするんだったら多分後ろにね、そのさっき家族連れとおっしゃってたんですけど、後ろにお子さんとかがいたら眠くなりますよね。僕もだから寝てた、うん、やばい寝てました。僕も寝てました。後ろで爆睡してました。お父さんがね、そう運転してる時はもう本当に爆睡してましたね、うん、あとはこれ結構あのコトコトする音は、本はショックがちょっと弱ってるんで、まあ、部品は手配してあるんですけど、はいはいはい、ショックが弱ってるんでこのゴト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 音が鳴るっていう。あ、じゃあそれはこれから直していきたいところみたいな、はい、今後ってねこの車はどういう風に乗っていきたいとかあるんですか？まあ、そうですね、まあ、ちょっとやっぱりやれて経年的にやれてるところがちょこちょこあるんで、うん、まあ、それを補修しつつ、はい、まあ、乗っていくっていうスタイルで、うんうん、あまりこう過度に保護しちゃうと車はあんま良くないって思ってるんで、うん、ちゃんと乗れるようにしておかないといけないのかなっていうふうに思ってます。これ今どれぐらいのスパンで乗ってらっしゃるんですか？そうですね、週に1回エンジンかけるかけないかぐらいな勢いで、うん、バッテリー上がらないように。燃費ってどんなもんなんですか？実際街乗り燃費だと8、あでも8いくんや、7、8、でもレギュラーなんで7、8ぐらいですかね、うん、で高速行くと10回いかないかぐらいまでは伸びます。高速はだいぶ気持ちいいんじゃないですか？かなり気持ちいいですね。加速もめっちゃスムーズ、加速もいい感じで。へえ。これあとちょっと思ったのが、はい、この個体、極上の個体じゃないですか？ああ、ありがとうございます。これはどうやって手に入れたんですか？こちらは、まあ、ちょっと某フリマサイトに出てまして、うん、地方に出てたんですけど、うん、そこに乗って、そこの近くに住んでる知り合いがいたんで、うん、ちょっと代わりに見てきてっていうお願いをしたら、はい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 、あの漏れなく買ってしまったって、うん、よかったよ、よかったよかったんで、これ絶対買った方がいいよって言われて、うんうんうん、あれなんですよね、あの昔欲しかった個体、そうです、これはもうまさに僕が10年ぐらい前に免許取る時ぐらいに中古車としてカーセンサーかなんかに出てて、うんうんうん、でそう当時音に欲しいっていう話を相談したら、まあ、貯金もなかったし、うんうん、だし、まあ、部品とかで維持費もかかるだろうから、はいはい、乗るのやめときっていうふうにこ、うん、バッタリ切られて、うん、諦めた個体と全く同じ、うん、もうまさにその車だったっていう。へえ、あ、じゃあそれが十何年越しに今自分が乗れてるみたいな感じってことですよね。そうです。うわ、すごいな。それでも運命感じる。もう運命しかないですね。もうこれでもう買い逃したらもう終わりだなというふうに思ったんで、はい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 、もう無理してでも行っちゃおうと思って。買おうってなりました。もう絶対買わなきゃダメだと思って。この巡り合わせはもう買わなきゃダメだと思って買いました。なるほどな。オーナーさんはこれまでこのクレスタ乗る前は、愛車遍歴はどんな感じだったんですか？愛車遍歴で言うと、まあ、結局なんだかんだって最初に81のクレスタを買うことになって、それ1号機、うんうん、僕の1号機って呼んでるんですけど、うん、そのツインターボのクレスターに乗ってまして、で、まあちょっとなんだかんだ言って、やっぱり故障が多いなって思いつつも、なんか知り合いから別のクレスターの話が出てきて、うんうんうん、でそっちの方が程度もいいし、まあ潔いしこのタイミングなし乗り換えちゃおうって言って、またクレスターに乗り換え、うん、でその後に、100系のマーク2を買って乗ってて、はいはい、その後に
MacX がちょうどなくなるっていうタイミングだった。FR のその4ドアのセダンの FR で MacX がなくなるよってなった時に、ディーラーの方から電話があって、もう今買わないともう買えないですよって言われて、じゃあ買いますって言って、文字でフルオプションにして買ったんですね。そしたら、2年で結局飽きちゃって、2年で飽きちゃって手放して、またクレスタに戻ってくるっていう、この。まあ、もうクレスタじゃないとダメなんでしょうね、だから。このクレスタのキャッチコピーで当時の CM で、私の場合クレスタでなければならないっていうのが、まさにその通りで、本当にもうクレスタ付けの人生になってます。ちなみにその新車で買ったマンク X はどれぐらい乗られたんですか？結局2年間で4万キロぐらい乗ったんですけど、まあ一番の理由としてはすごい、まあやっぱり新しい車だったんで、まあ81に比べると新しい車だったんで、まあ、便利だし、快適だし、燃費いいし、荷物も人も乗るし、ね、何不自由なかったんですけど、何不自由ないことが、つまらなすぎて飽きちゃったっていうのが一番ですね。なるほど。ちょっとぐらい手がかかる方が。やっぱりそうなんですよ。いい子すぎちゃって、優秀すぎちゃったんですよ。だから、はぁってなっちゃった。なんかそれ、なんかちょいちょい壊れてくれた方が、また壊れちゃったな、みたいな感じで、愛着が、そのために愛着増えていくみたいなのがあると思うんですけど、なるほどね。その X に関しては、なんかそれがなさすぎて、本当優等生だったがゆえに飽きちゃったっていう、その可愛いなに変わるところが多分あると思うんですけど、その切れ端のところが、ちょうど、なるほどね。はい、そんな感じですね。手放しちゃった理由としては。ということで、今回は81クレスターをご紹介してきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか？オーナーさん、これ、あれですか、例えば今ちょっと旧車に乗りたいという若者が増えてたりするんですか、周りで？そうですね。その子たちに、じゃあこれからオーナーになりたいという方のために、ここは気をつけておいた方がいいとか、ここは意外にいいよというところありますか？まあ、やっぱり自分が好きな車に乗れるっていうことは大きいことだと思いますので、まあやっぱり古いっていうことがあるから、まあ、ちょこちょこ壊れたりはするんですけど、まあ、めげずに、しっかり直す、はい、そう、部品とかでちょっと困ることはいろいろあると思うんですけど、今この世の中は、ね、SNS とかもいっぱいあるし、ね、なんだかんだ知識を出してくれてる方々とかいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方の知識を借りて直す、直して大切に乗ってあげるっていうことが、もうせっかく持ってるんだから、車って乗ってなんぼだと思いますんで、大切にそういう意思をしてもう乗ってほしいなっていうふうに思いますね。これは割と故障したのを直したりとかっていうのが多かったんですか？まあ、ちょこちょこありましたけど、まあ比較的、もう一台僕別にクレスタ持ってるんです。そっちの方はもう、そうなんですか？いろいろ。そっちはじゃあ相当手こずった。そっちは相当手かけていろいろ直してるんで、もう車両本体価格はもう塔の塔に過ぎてるぐらい。超えてる。はい。ほぼ全特会ぐらい。ほぼ全特会ぐらいまでの勢いでやってますね。消耗品、まあ消耗品の方が多いですけどね。やっぱり20年30年経ってると、やっぱりまあ車としてというか機械的に壊れちゃう部分もいっぱいあるんで、まあ、そういうところをもうちょこちょこ壊れるたびに直すっていう。なるほど、はい。せっかく買ってね、やっぱりちょっとそうイメージと違ったって言ってね、乗り換えるのはちょっとあれやと思うので。そう、車としてもかわいそうだと思いますし。皆さんそこら辺はね、ぜひちょっと頭に入れといて、まあ、これから乗ろうかなっていう方は参考にしていただければなというふうに思います。ということでですね、この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。オーナーさんはですね、見る影もなくなりました。大人になって、子供って顔変わるんだね。あんなにこうプリッとしてたのに、今もうグッみたいな感じになってます。